はい、こんにちは。本日も所沢のタイソンさんの最新動画を見たレビューをしていきたいと思います。今回の動画はですね、内藤豊さんとの久々のコラボ動画でした。で、まあ、今回の動画を見て思ったのが、やっぱりこの二人の関係っていうのは、切っても切れないなということなんですよね。で、まあ、旧タイソンチャンネルで頻繁にコラボしていたんですけど、ある時から二人が揉め始めて、で、そうですね、そこからお互いいろんなことあって、まあ、紆余曲折を経て、ようやく、こう、わだかまりがなくなったと。そして、ようやく、同じ画面に二人が映ったと。これは本当、昔から二人の関係性を追ってるものとしては、非常に感慨深かったですね。あともう一つこの動画を見て思ったのが、やっぱりこの二人が並ぶと、絵になるなっていうことなんですよね。お互い、やっぱり、アウトロ業界のレジェンド同士なんですよね。カリスマ同士。そんな二人が、こう、一緒になったら、もはやアウトロー業界敵なしなんじゃないかなと。そのぐらいのインパクト衝撃がありました。いや、なんか、旧タイソンチャンネルでコラボしてた時よりも、やっぱお互い、いろんなこう、経験をしてきた分ですかね。なんかこう、コラボの重みっていうのが、なんか、違って見えましたよね。だから本当、なんですかね、こういうコラボ動画で、久々に興奮したなっていう。はい、それがまあ今回の動画でしたね。あとまあ、面白かったのが、こう、お互いがお互いの、まあ、使い方、接し方っていうのをよく熟知してるなっていうことなんですよね。所沢タイソンさんは内藤さんの結構ユーモラスな部分を知ってるので、こう、うまい具合にいじるんですよ。で、そこで笑いが起きると。で、内藤豊さんからしたらタイソンさんっていうのはやっぱ、いつまで経っても可愛い弟分なんで、こう、可愛がってる様子っていうのが見て取れて、すごいほっこりするんですよね。なので、まあ、この二人のコラボっていうのは、まあ、今後も定期的にやってほしいですし、あと、まあ、何より、今後二人がですね、ずっと、仲良くですね、やっていってくれると、ファンとしては本当に嬉しいですね。はい。では今日の動画はですね、以上ですね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。